こんばんは、キリュウですラットですプリです歴史はエンターテイメントかしまし歴史チャンネルへようこそ今日はね、たくさんいる家康さんの側室の一人お会いの方についてお話ししたいと思いますこのお会いの方は後に徳川幕府二代将軍になる徳川秀忠を産んだ女性なんでね結構重要な人物 今回のドラマでは笛を吹くのが下手だった明るい人でしたよね。<laughs> <laughs> そうですね。なかなかね、あの、可愛い,い感じで良かったですよね。うん、で、このね、お愛の方の父親は、戸塚忠春と言って、今川家に従っていたんですが、お愛の方が3歳の時に戦で亡くなってしまいます。それでお愛の方は、母方のお父さん、お愛の方にとってはおじいちゃんにあたる、西郷正勝のもとで育てられることになりました。 お会いの方はね、後に秀忠を産んでから、西郷の壺ねって呼ばれるようになるんですけど、これはこの母方の姓の西郷から取った後も、あるいはお会いの方が生まれたのがね、遠江の上西郷っていう場所だったので、その地名から取ったとも言われています。セナちゃんなんかと一緒ですね。セナっていうね、地名から取ったんだ、ね。瀬田姫。 で、まあ、とりあえず、幼くして父親を亡くしてしまったお会いの方だったんですが、母方のおじいちゃんのもとで、慈しんで育てられておりました。が、永禄3年、1560年、お会いの方が9歳になった時に、桶狭間の戦いが起こって、今川義元が討ち死にしてしまいます。お会いの方のおじいちゃんの最後郷正方、それまで今川についていたんですけど、今川義元が死んじゃったってことで、今度は家康さんに乗り換えるんですね。 ところがこれに激怒したのが、吉本の後を継いだ今川氏真くんですよ。ドラマで家康さんが氏真くんを裏切った時に怒ってさ、三河の人質たちが殺されるっていうシーンがあったじゃないですか。セナちゃんがこう見てる前でどんどん殺されていって、氏真くんひどいぞっていうあれですね。そう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 。実はあの時、殺された人質の中に、西郷正勝の甥いっ子もいたんです。 さらに、激怒った氏真くんは、西郷正勝をも攻めまして、西郷正勝は負けて自害。 で、正勝の嫡男だった元正も内死にっていうことになってしまうんですね。で、家康さんはこの当主が死んでしまった西郷家の後を西郷元正の弟にあたる西郷清和っていうのに継がせようとしたんですが、西郷清和の方はこれを断りましてね、なんとか兄の息子である西郷義和に継がせてやってくださいってこう頼み込んだわけなんです。 おかげで西郷正勝の孫にあたる西郷義勝が西郷家の後を継ぐことになったんですがこの西郷義勝っていうのがおいとこ同士の結婚になるんですけど当時としてはね別に珍しいことではないんでね2人は夫婦となりまして一男一女を設けます。が、しかし。か お愛の方が二十歳の時、夫の西郷義勝が武田との戦いで命を落としてしまったのです。戦国の世とはいえ、お父さんが戦死して、おじいちゃんもおじさんも戦死して、夫も戦死するというね、まあなんというか弱小黒人領主の家族の悲劇っていうのをね、自で行く感じのお愛の方の人生だったんですね。<laughs> が実はねここまでの話最近では後世の創作なんじゃないかと言われてるんですよね。お父さんの戸塚忠春は戦死なんかしてないしそもそも愛の方は最後義和と結婚なんかしなかったんじゃないかなんてね言われたりもしているんですよ。うーんそうなんそ ドラマではね、なんかすごく明るくて、すごく元気そうな人だったんですけれども、子供がいました、でも夫は死にました、みたいなことはね、言ってたんで、でもこんなにも悲しい人生を歩んでいたんですね。 本当かどうかっていうのは、戦国の歴史っていうのがここ20年ぐらいでね、どん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 最新説が出て、研究がね、進んでいるジャンルなので、お会いの方の出自自体についても今後ね、何かこう、新事実とかが出て明らかになるかもしれないんですけど、とりあえず、ドラマの方も、それからこれからのお話しする内容も、一応通説ね、今までの通説でご紹介したいなと思います。 で夫の西郷義勝が死んで7年後再びお会いの方の人生が大きく変わりますなんと家康さんの目に留まって即室として迎え入れられることになったんです ね、お会いの方がどこで家康さんに見染められたのかっていうのは諸説あって分かってないんですが地元に伝わる伝承っていうのでいくつか面白いのがあるんでねご紹介したいと思います。でまず1つ目がねおおいいのののの方のお母ささんんんんが旦那に死なれたた後家,康さんの家臣の服部正直っっててうう男性と結婚したんだっていうんですよでこの服部正直っていうのはこの服部半蔵なんかと同じ服部一族だから最後吉和が死んで、まあ、未亡人になっていたお会いの方が の方がこのお母さんとその服部正直のところに身を寄せてそこで家康さんと出会ったんだっていうの説なんですよねで他にもあの西の氷のツボ、ね、ドラマではおようちゃんっていう名前でね家康さんの次女になる徳姫を産んだ西の氷のツボ根にお愛の方のお母 女としして使えてててえいいたっていう伝承があるらしくてで、このお愛の方って、肖像画が残っていて、まあ、現代人の感覚からしてもかなりの美人なんですけど、当時の基準でも相当美人だったらしくて、多分お母さんがね、西の氷の坪音に、うちの娘かなりの美人なんですけど、旦那に死なれて幼い子供を抱えて一人で困ってるんですわ、誰かいい再婚相手でもありませんかしらねーみたいな感じで話したんでしょうかね。そしたら西の氷の坪音がね、あら、そんなに美人なら、イエス様の即日にいい いじゃないって家康さんにお会いの方を即日にするように進めたっていう話があるんですけどまあまあこれはね地元の伝承なんでどこまで本当なのかはわからないんですけどなかなか面白い話ですよねなのでおそらくドラマでもこの話をね面白いってことで採用したんだと思います ということで、出会い方は分かっていないんですが、天正6年、1578年、お会いの方は、家康さんの側室になります。この時、お会いの方は、まず、おじさんにあたる西郷清和の幼女っていう形で、家康さんの側室になっているんですね。 ちなみにね、お会いの方の、あの、元夫の西郷家なんですけど、お会いの方が産んだ男の子っていうのは家督を継げずに、結局はそのおじさんの西郷清和の息子っていうのが後を継いでるんですよね。で、実はね、この西郷清和の妻、奥さんっていうのが、酒井忠次の娘なんですよ。あの、エビスクイのね。まあ、やはり家屋さんとしては、普代中の普代である酒井忠次の娘を妻にしている西郷清和の方が信用できる。 っっていうう考えだったんでしょうね。この頃ね国衆たちをねいかに裏切らせないかっていうのが戦国大名たちの課題でもあったんでね家康さんにしたらよりつながりの強い西郷清和の子に西郷家を継がせたいって感じだったのかもしれません。まあ、でもおいの方と西郷義勝の間に生まれた男の子の方は西郷家は継げなかったんですが後に家康さんの十男で紀州徳川家の祖になる徳川頼信に仕えているのでそこそこ優遇はされたようです。 そこ,こそこってどれぐらい <laughs> <laughs> まあ、すごく優遇はされてないけど,けども、ほったらかしにはされてないよねっていう感じでまあまあ柔軟だしね <laughs> そ。そうなのあでもね、この柔軟って家さんがね、あの結構可愛がってた息子の中なんでね。なので、大事な息子で紀州藩っていうね、ちょっと大きめの藩の、そこの家来にしてあげるんだから、無視するっていうよりはね、ちょっとはね、気を使ってやったぞぐらいな感じなんでしょう、ね、なるほど。 で、まあ、家康さんの側室となったお愛の方。この頃からね、最後のつぼねって呼ばれるようになるんですけど、まあまあ、そのままお愛の方でいきたいと思います。お愛の方は、翌1579年に家康さんの三男となる秀忠を産んで、さらに1580年、続けざまに家康さんの四男となる忠義を産みます。2年連続で子供を産んでるとこを見るとかなり家康さんに気に入られたんだってことがわかりますよね。ただ、1579年。 天正7年で、信康君とその母親の築山殿が亡くなることになる信康事件っていうのが起こった年でもあるんですよね。で それまでね、家康さんと信康くんの間にはこう、いろいろ確実があったらしいんですけど、家康さんにしたら後を継がせられる男の子が信康くん以外にいなかったんでね。なのでまあまあ、なんとかこう、危うい均衡を保っていたのに、この年、お会いの方が秀忠を、男の子を産んだことで、家康さんが、よし、嫡男には秀忠がいるからもう、信康はいらない。 信康君を切腹させる決心がついたんじゃないかっていう説もあったりするんですよね。 ええー、それはかなりひどいけど、今回のドラマではそんな感じじゃない方で言ってほしいよね。まあね、どうなるんでしょうかね。まあ、その、今回のドラマのお会いの方もそうだし、史実の方のね、お会いの方も、そうした陰謀とかは無縁の読書好きで優しい女性だったようです。あ、そう。あの、読書好きだからなのか、お会いの方ってかなりの禁断だったらしいんですよ。ドラマでもね、イエスんのことをね、マンチオークと間違えてお尻引っ張いたりしてましたけど、 相当近めなんですって言われてましたけどでも自分でもそういうふうに目が悪くていろいろね不便な思いをねしてたからなのか家康さんの側室になってからも目の見えない女性たちに着るものや食べ物を与えたり援助してあげたりっていう福祉活動なんかをしてるんですよね。 なので、そんな風にね、美人で、優しくて、下々の人に気配りもできるお愛の方だったんですが、家康さんが本拠地をね、浜松から駿府に移してから3年後にあたる天正17年、1589年に38歳の若さで亡くなってしまうんですね。 死因はね、よくわかっていなくて、気苦労とかが多くてストレス性の病気になったんじゃないかとも言われているんですが、中には、築山殿の次女がね、家康さんがお愛の方を愛したために、築山殿が殺されてしまったんだって思い込んで、敵討ちで毒殺したんだ。なんて言い伝えもあるみたいなんですよね。だからこの辺、ドラマでどう描くんでしょうかね。 あーなんかでもドラマではその、叩き打ち感が出そうな気がする。かなぁどうなるんだろうどうなるんでしょう、ねうん ちょっと楽しみな部分、うん、でもありますよね。あ、あとね、お会いの方の息子、秀忠の方はね、まあ、後に家康さんの後を継いでね、二代将軍になるんで、割と知られてると思うんですけど、もう一人のね、松平忠義の方は知らない方も多いと思うので、ちょっと補足説明しておきますと、後にね、お師匠十万石の大名になりまして、どうする家康では利仁君がやってるあの、いい直政の娘を正室に迎えるんですよ。 なのでね関ヶ原の戦いの時にあ忠義君はね関ヶ原の戦いが初陣だったんですけどねあのイノシシ武者のいい直政と一緒に戦っておりますからそのせいなのかやるぞやるぞって先走っちゃって福島正則と先陣争いまでするんですよね忠義君も負傷しちゃうほど頑張りまして島津豊久っていうのを討ち取るという武功を挙げてるんですねでちなみにねこの関ヶ原の戦いの時にいい直政はあの赤備えなんでね真っ赤な 鎧兜とを着てるんですけど、これに対して、忠義よくんは真っ白な鎧兜で戦ったらしくて、義理の父と息子で紅白コーディネートしてましてね、なかなかね、センスいいんですよね。で、いいなおまさも美形って言われてるし、この忠義よくんも母親にの美男子だったって言われているので、ドラマのこのシーンどうなるのかなっていうすごくね、期待ポイントでもございます。 服も楽しみですよね。その、そう来るのかそ,、ね、それか、空さんが気になっているピンクと白かなんか。ピンクで来るかもしれないしね。<laughs> ね、どういうコーディネートで来るのかね、ちょっと期待って感じなんですけどもね。で、このね、関ヶ原の甲があったもんで、忠義くんは52万石っていうね、大大名になるんですけど、どうもね、この頃から病がちになって、既得状態になったり、なんとか持ち直したりっていうのをこう、繰り返していたんですが、慶長12年。 1607年に28歳の若さで亡くなってしまう死因、ね、はね兄の秀忠が毒殺したんじゃないかなんて説もあるんですがただ関ヶ原の戦いのあとね結構重篤な状態で何度も寝込んだりねとかいうのをしてるのでさすが毒殺はないんじゃないかなと思います。 他にはね、関ヶ原の戦いの時にこう負傷してるじゃないですか。その時のその銃がね、銃痕がね、体の中に残ってて、で、鉛中毒になったんじゃないかっていう説があって、なんかそっちの方があるんじゃないかなと個人的には思っております。 まあまあね、普通の病死ってことだったのかもしれませんけどね。ということでね、今日は家康さんの側室となって、二代将軍となる秀忠を生んだおわいの方、方最後のつぼについてご紹介してみました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。Twitter もやってますので、よろしくお願いします。メンバーシップもやってますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。 まさか、お会いの方のあの設定が史実やとは夢にも思わない。まあ、あの、目がね、近目だ、近眼だっていうのはあるけど、まあ、家康をはたいたかどうかとかは分からないけどね。で、あと、まあ、あの、書物が好きっていうのはあるんで、源氏物語りがっていうね、来年の海外へのオマージュでもあるんでね、万戦を兼ねてやったんじゃないかなと思いますけどね。あと、おようちゃんが出てきたのがびっくりした、今回。 そうそう、だから、おようちゃんが伝承でね、お母さんが次女で使ってて、娘のことを頼まれたんで、家康さんに紹介したっていう、中継ぎしたっていうのを、ちゃんとそのままね、おようちゃんも出せるしっていうことで、今回ね、採用したんだと思いますね。でも、面白かった。相変わらず、おようちゃんまだ直角にこう歩いてるんだと、と即日になってもあの、ークッキークッキー,クッキーは変わらないんだっていうのが、ちょっと面白かったですね。 まあ私、おようちゃんはもうどっか行っちゃってるもんだと思ってたから、おようちゃんが出てきたら、この人どっかで見たことあるけど、この人誰だっけなって、ぐーんってなったああ、あそうかそうかそうかって思いながら。 まあ、お嬢ちゃん自体は、ずっと家康さんの側室として、家康さんのそばに、今日の伏見城にもいるぐらいだから、なのでまあ、史実的にはずっと家康さんのそばにいるんで、ああいうね、LGBT 設定にした後、どうすんのかなと思ってたら、側室としてのお勤めはしないけど、身の回りのお世話はしますっていうね、家来感覚みたいな感じでね、やってるんだっていうので、それも出せるしっていうことでね、良かったんじゃないですかね。あの、家康さんの側室はあの、この後もどんどん出てくると思うので、最終的に何人出してくれるのかって感じなんですけどね。人の顔 超苦手なので役者さんも着物変わったり髪型変わるとも誰かわからなくなるんですけどおようちゃんのあの素晴らしいこの設定の。<laughs> <laughs> あ <laughs> そう。だから、大河って人間がね、いっぱい出てくるから、人を覚えるの一苦労なのを、ああいうね、この直角歩きとか、エみ踊りとか、なんかこうそういう動きとか、なんか動作とかでも覚えさせるっていうのは、上手い手だなと思って、今後採用されるんじゃないかなってちょっと思いましたよね。一番最初出た時はね、違和感あってね、はーって感じだったけど、長い大河の中で、ちらちらっと出てくる人が、もう動きだけで、ああの時のって思い出せるっていう、 非常にいい手ですよね。